皆さんこんにちは。お集まりいただきありがとうございます。スローレーベルのクリスと申します。分科会の後半の、こちらは身体の未来という分科会の方モデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。それから、はい、ありがとうございます。今回私と一緒にこのトピックについてディスカッションしてくださる方をご紹介します。為末大さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして鶴丸玲子さんです。お願いいたします。はい、ではちょっとスライドを1枚出したいと思います。今回の、テーマですね、拡張する身体がもたらす未来の人間像とはということで、こちら の問いを3ヶ月前ぐらいですかね、投げかけられまして、で、まず科学技術の進化はどのような身体を生み出しうるのか、どのようなプロセスを経て時代の価値観や社会システムを生み出しうるのか、この過程の中で新たに発生するさまざまな疑問や問いにはどのようなものがあるのかということで、とても大きなテーマを投げかけられて、もうちょっとこの3ヶ月間ぐらいものすごく実は悩んだんですよね。もう私は実はパラリンピックに近い仕事を、まあ、この後ご紹介しますけれどもさせていただいているので、割と身体っていうところには近い活動をしてたと思うんですけど、こんな視点で深く考えたことがなかったんです。ですごく迷って悩んで、でおそらくこういった問いかけをですね、投げかけられた背景にあるのはこういったものかなと思って、ちょっと私の方でこうピピッとこう選んできたんですけれども、例えばオスカー・ピストリウスさんってこうパラリンピアンで両足義足の選手なんですけれども、健常者の記録を抜いた選手ですね。あとは同じ義足でもビクトリア・モデッサさんという、モデルさんですね。前回のこちらのフォーラムでご登壇されたと聞いてますけれども、片足義足ですごくファッショナブルな義足をつけて、あれなんか普通に生身の足よりももっとかっこいい足じゃないって思わせてしまうような方、それからあと遠隔操作ロボットみたいなものも、例えばなんかこう寝たきりの方とかなかなか家から出ることが難しい方がこう遠隔でお仕事できるようになったりするんじゃないかみたいなことが語られているので、ちょっと近いところにあるテクノロジーかなと思ってこう載せてみました。でなんかこういったものって少し前まではできたらいいなとか、こういう技術があることによってもっともっと社会に参加できるかなとか、救われる人がいるのかなって言って、こうすごくポジティブなイメージで期待とか希望とかを込めて語られてたものだと思うんですけれども、いよいよこうパラリンピアンがオリンピアンの記録を抜き始めたりとか、いよいよこう本当に社会の中で実装リアルにできてくるなっていう風になった時に、ちょっと待てよと、あれもしかしていい記録出すために足を切断してしまう人とか出てきちゃうんじゃないのとかっていう、かなり怖い世界が本当に実現リアルになりそうなことになってるんですよね。それでおそらく今回こういったような本当に人間の体ってとか幸福って何なんだろうみたいなことを考える機会をいただいたのかなと思います。で先にちょっと私の方からですね、自己紹介を、兼ねて私のこのテーマにちょっと関係しそうな活動を少しご紹介します。でその後お二人にもご紹介いただきたいと思います。はい、私はですね、ちょっとこの写真で杖をついているんですけれども、もともとですね、いろんな分野の方とか地域の方をアートを通じてつなげて新しい価値を作るという活動をしていました。で2010年に右膝に骨肉腫ができて、でかなり深刻な、もう進行度も結構高いような病気で、すぐにもう入院をして、膝関節を取り除き、骨を取り除き、筋肉も取り除き、一応切断をせずに右足残しているんですけれども、自分のものは側と足先ぐらいで、中はほとんどサイボーグ状態で人工物が入っている、そういった体をしています。で2011年に社会復帰をすることになりまして、でその社会復帰をしたきっかけといいますか、そこからやっているプロジェクトがちょっと今日の活動に今日の、プレゼンにつながる
ものになってます。私は今スローレーベルという横浜にある NPO の代表をしております。いろんな写真が出てるんですけども、先ほどもともと病気になって障害者手帳を取って障害者になる前、多様な方とか地域をつないで新しい価値を作るっていうご説明をさせていただいたんですけど、実は病気になる前も今もあんまりやってることは変わってなくって、一つ大きく変わってるなと思うのは、自分が障害者になったことがきっかけで、そのいろんなこう自分のカードの中に新たに障害福祉とか障害者っていうようなプレイヤーがこう加わったことになります。でそれがとてもとても面白くて、今では元の世界には戻りたくないなっていうぐらいハマっているんですけれども、障害の種別も身体に限らず、視覚や聴覚や、知的とか精神とかいろんな障害のある方たちの、その特徴を生かして、その特徴といろんな分野の方の技術を掛け合わせて何かこう面白いものを作るプロダクトにしたり、ジェラート食べ物を作ってみたり、何かこうアートを作ってみたり、いろんなことをしております。で今日皆様のお手元にもお配りしたんですけれども、2014年にパラトリエンナーレというフェスティバルを立ち上げる機会がありました。でそちらでもやはりアート、現代アートを行ってるんですけれども、いろんな障害のある方の突出した知覚とか、感覚能力みたいなものと、いろんな分野のアーティストをこう一緒にコラボレーションしていただくことによって新しい芸術表現を生み出すという、そういった活動です。で当時、2014年に、そのフェスティバルを立ち上げた時に初めてやり始めたのがパフォーミングアーツ、身体表現の分野なんです。で実はそれを立ち上げ、それを入れるきっかけになったのは2012年のロンドンのパラリンピック大会の開会式を見たことなんですけれども、何ですかね、その私が自分自身が障害者になって初めてのオリンピック・パラリンピックがロンドン大会だったので、すごくパラリンピックに注目をしたんですね。でそのパラリンピックのロンドン大会の開会式って、今までのなんかこう私が今まで知ってたようなパラリンピックの開会式とは全く違って、本当に多様な障害のある方たちがフィールド上至る所にいるというか、例えばこうスポットを浴びてピアノ弾く人とか歌う人とかだけではなくて、群舞を踊るようなこう群衆の中に本当に多様な人たちがいるっていうところがすごくこう印象的で、なんかこんなことができたらとても面白いな、日本でもこういうことってやれるのかな、イギリスと日本でもちろんアートの差はあるけれども、やっぱ日本にも優秀な振付家の方とかアーティストはいるから日本でも当然できるよねと思って2014年に立ち上げたんですね。でところがですね、2014年立ち上げて驚いたことに、全然障害のある方が参加できなかったんですね。でそれなんでかっていうと、アクセシビリティの課題があったんです。で障害のある人たち参加したくても、精神的なこうバリアだったり物理的なバリア、いろんなバリアがあって参加できないっていうことを目の当たりにして、そこから人と技術の開発っていうことで、いろんなこうアクセシビリティの手法っていうものを研究してきました。でここに書いてるような、障害のあるパフォーマーはもちろんのこと、アクセスコーディネーターとかアカンパニストっていう、専門家を作る、研究して作るっていうことをしています。アクセスコーディネーターは障害のある方が文化芸術活動に参加したり舞台に立つまでのいろんなバリアを取り除くお手伝いをしてくれるような専門家で、アカンパニストは舞台上で一緒に障害のある方の良さを引き出し合いながらこう見せ合うっていうような専門家です。で、こういったなんかこう環境の整備をしていくこと、なんかこう表現者として舞台に立ちたいと願う誰もが障害を理由に諦めなくて済むような環境を作りたいなということで活動をしてきました。でこの活動がやがて2016年のパラリンピックのリオ大会、ロンドンの次の大会なんですけど、こちらの閉会式の旗引き継ぎ式につながりまして、私はステージアドバイザーとして実はこのパフォーマンスに関わっています。
で、私と一緒に、実はこの8分間のテレビで映っていたパフォーマンスにはあまり映ってなかった裏側にはですね、アクセスチームとしてアクセスコーディネーター4名と、あと舞台上にはアカンパニストが4名いて、障害のあるダンサーたちのパフォーマンスを支えてくれていました。で、リオから帰国して、さらに障害のある人たちとより高いレベルの、パフォーマンスを作っていきたいなっていうふうに思った時に、どうやって障害のある人一人一人のパフォーマンスを上げるか、全体の、作品の質を上げるために個人のパフォーマンスを上げるっていうふうな発想になって、心身機能をいかにこう上げていくか、そのための、トレーニングのメソッドっていうのは実はあんまり日本にはないような気がして、それをこう開発したいなというふうに思い始めたんですね。で、フィジカルトレーナーとか、あとは理学療法士や作業療法士という、障害のある方たちの体に詳しい専門家などをこう巻き込みながら、いろんな研究開発を、してきているんですけど、思うと2014年にパフォーミングアーツを始めた時に、サーカスっていう分野を取り入れで、活動をしたんですね。で、そうすると、サーカス参加した人たちから、どんどん体動くようになっていくとか、コミュニケーション取れなかった人がコミュニケーション取れるようになっていくっていう、すごくいろんな予想しなかったような、いろんなこういい変化っていうのがこう起きてくる。で、もしかしてってことは、こう基礎体力つけることで長時間の稽古に耐えられるようになったりとか、可動域が広がることでもっといろんな表現できるようになったりっていうようなことが当然起きてくるだろうし、そういったことって別にプロのダンサーやパフォーマー目指さなくても、あらゆる障害のある方たちのこう日常の選択肢を増やすことにつながっていく、つまりはリハビリテーションになるんじゃないかなっていうふうに考え始めました。で、それでこう、いろいろと調べてたらですね、実はもう世界にはすでにそういったものがあって、サーカスを使ったリハビリテーションっていうものが存在していたんですね。右下にシルク・ドソレイユ、皆さん日本にも毎年ツアーでやってくるのでご存知かもしれないですけれども、シルク・ドソレイユが CSR 活動の一環として、いろんなワールドツアーをするときに、その国のいろんな社会的な課題を抱える、いわゆるマイノリティと言われる人たちに対して、こうサーカスのスキルをこう教えていくことによって、その人たちのこう社会参加の機会を作るっていう活動をしています。で、そこでソーシャルサーカスっていう単語が使われてるんですけれども、ここに書いてるように、サーカスって道具や体を使って、バランス感覚とか操作感覚っていうものとか、あとはいろんなこう空中のパフォーマンスとか、いろんな危機回避力、当然アートなので想像力とか、あとは協調性とか、自己効力感っていうものを、自然と育むことができるということで、芸術性という教育としての効果が非常に評価されてる、取り組みです。で、これを今日本で取り入れたいなということで活動をしています。ちょっとだけ映像を出します。Have very good result is that first and foremost, it's to get the motivation of the young person to be part of a group, to be part of a team, and to come to every workshop and to explore, even though if he doesn't want to be an artist or he doesn't want to perform on stage, he's got a place to fit in and he has role and responsibilities. When they don't want to do the show, we have enough time to explore, to go through very positive experience. The group dynamic, his friends, will stimulate him and he will be part of the show. Social circus, according to Sylvie Dumont and how we use it, Social focus. it's an intervention. It's a social intervention. It's the objective is not the show, it's not the performance. You can put it on the tip of your finger, you can put it on the palm. And you look above. で、上を見てください。And you follow it. で、ずっと目を離さないでください。すごい。Bravo! すごい。Incredible in your eyes. Put your feet the width of your shoulders. 足なんですけど、肩幅に広げてください。ゆっくり。徐々 Slowly. に。Slowly. Let's take tiny, tiny step towards the middle. 真ん中に
少しだけ近づいてください。Today we will together spend a good period of time and we'll explore the Cirque du Soleil.YouTube で見れますので、続きが気になる方は YouTube でご覧ください。で、これ最後の私 の, プレゼンテーションのスライドなんですけど、まあ、こういった身体って言ってもかなり、まあ、私はアナログに近いことを、まあ、やってきてるんですけれども、なんか今回のこうテーマをこう与えられた時にすごく考えたのが、なんか未来の人間の身体って進化なの？退化なの？って思っちゃったんですよね。なんかこれなんか人間のその乗り物のなんか歴史みたいなものなんですけど、なんか今よりも車があった時代より車がなかった時代の人がきっと足腰強いんじゃないかなって思うと、なんか身体ってすごく退化していってるような気がするけど、一般的に語ると人の暮らしって進化してるって言いますよねっていうところですごく不思議に思ったのと、それから人間にとっての幸福ってなんだろう、ウェルビーイングってなんだろうってことをすごく今回このお題を投げかけられた時に、今日のまあ全体 の, テーマが幸福でしたけれども、すごくそれも改めて考えました。はい、で私からのプレゼンテーションは以上で、次鶴丸さんにバトンタッチをしたいと思います。大分から参りました鶴丸と申します。私は15分間きっちり話ができますので今から進めたいと思います。で、実は私の仕事はですね、洋服を作ることです。で、本当ちっちゃい時から洋服作るのが好きで、1年間で365枚自分の服を作ったことが あるというぐらい、病的に好きなんですけれども、そもそもオートクチュールのアトリエでジバンシー、ユーベルド・ジバンシーさんのアトリエで、オートクチュールの仕事をしていました。で、ちょっとお戻してもらっていいですか。お店の名前は服は着る薬です。こちらにも載せていいですかね。そしてですね、この下に出ないですか、鶴丸メソッドというメディカルファッションという言葉を作ってるんですけれども、ちょっと15分間で今日ですね、思いを全部語れないので、前後してしまいますけれども、まあ、結論を言うとですね、私は新商社の服に国の保険を適用していただきたいと、もうそのことだけに、進んでおります。でそのためになることであれば、何でもやっているわけです。で、今日はですね、このような素晴らしいステージでお話しさせていただく、チャンスをいただいた方たちにも今日来ていただいているんですけれども、まあ、後ほどまたご紹介したいと思いますけれども、服は、出ないですか。服は着る薬、なぜその言葉ができたかっていうと、まあ、最後までちょっと写真見ていただいたらお分かりになるかもしれないんですけれども、その目的はですね、全ての人が着る喜びを味わってほしいってことなんですね。で、今ここの会場にいる方 もう世界中で今生活している方、会社にいる方とか街を歩いている方、まあ、おそらくお家にいる方も、まあ、一部はそうじゃないかもしれませんけれども、洋服着てない方はいらっしゃらないんですね。でもう生涯洋服を着ると、で洋服何でもいいという方と自分らしい服を着たいという方、それから着たい服はあるんだけれども、体に障害があるとか、難病を持っているので着られないとか、で人から着せてもらわないと着られない方たちとかがいるわけです。でそれは自分が好きでそうしているわけではなくって、私は服職人として全ての人が着ることに喜びを感じてもらいたいということで、まあ、洋服を作り続けています。で鶴丸メソッドというのはこの鶴丸式、製図法というのを作りました。でファッションの仕事をずっとしていたんですけれども、ちっちゃい時から私は大工になりたくて、で建築がすごく好きなんです。でそれで、まあ、ちょっと講じて建築の仕事も二足のわらじでしていまして、でその時にですね、日本にバリアフリーという概念が入ってきたんですね。でそこで、まあ、バリアフリーの家を建設するのに関わり、
で寝たきりの人がいますよとか、こんな人がいますよということで、全ての情報をいただいた方たちのところに車で行ったり飛行機で行ったりして全て見てきて、すごい衝撃を受けたんですね。で私は服を作る仕事をしているのに、なぜこういう人たちの服を自分が作ってこなかったってことをすごい猛反省して、でその頃は私は今もやってますけど、種から植える藍染めをしてまして、湯布院の亀の井別荘っていうところでずっと個展をしていました。でオンリーワンの服を作ってたわけです。それで、なんかアーティストとか作家さんとか、有名な方たちが私の服を買ってきてくれて喜んでくださるんですけれども、こちらの方では寝たきりだったり、スーツがあったら仕事に行けるのに肩麻痺だとか、そういう方たちにお洋服を作って差し上げるともう尋常じゃないぐらい喜んでくださって、私は実はこちらの方にのめり込んでしまって個展をするのを忘れて、17年間気がついたらほとんど収入がなかったんですけれども、障害者の服を作ってきました。そのおかげで鶴丸式製図法という46箇所の前後左右を測ると一発でですね、その方の体にきっちり合う原型プロトタイプができるようになったんです。でそれを学びに今全国から、実は今月も来週長崎から仕事を辞めて大分に引っ越して弟子入りする方がいらっしゃるんですけれども、今延べ30人以上の方が、学びに来てます。でこのメディカルファッションという言葉、レジスターマークついてますが、メディカルファッションとメディカルデザインという言葉を、考えました。でですね、はい、それで、ちょっと前後しますけど、全ての方に着る喜びを。で一番左上の方はポリオの方です。で左の方が肩麻痺で、その次はレックリックハウゼン氏病という難病の方で、実はちょっと事故で亡くなられたんですけど、こちらの方たちは皆さんリウマチの方ですね。そして私 の, そもそものこの仕事、オートクチュールから、藍染めの個展に行き、着物のリメイクに行き、バリ島とか世界の布と日本の着物のコラボの服とか、創作をずっとやってきたんですけれども、そこから急に障害のある方の服に行きですね。で障害者って言われている方たちにはさまざまな種類の方がいらっしゃり、それから難病の方もいらっしゃいます。で病名がつかないような、本当にこうよくカテゴリーに入らないような、それと進行している方たちとか様々いらして、で一番最初に私が本気で取り組んだのが自己導入というもので、これは、写真ちょっとこっちが写ってないんですけど、使い方がですね、はい、すいません、これはどうやって使うかっていいますと、車椅子の方っていうのは下半身が麻痺してます。そうすると自分で尿意を催すことできません。なので時間が来てですね、失禁する前に自分でカテーテルを入れて出さないといけないです。これが自己導入なんですね。軽損ってよく言われますけど、軽損の中には頸髄損傷と脊髄損傷がいらっしゃいます。でどちらも下半身が麻痺しているので、時間が来るごとにカテーテルで挿入して、それから、排尿して、それを捨てるという行為をしなくちゃいけないんですね。その時に、ちょっともたもたしてると失禁をする。でスムーズにするためにはズボンを脱がずにできないといけないわけですね。この自己導入のショーツを本気で取り組んで、これが特許がおりまして、でそれからこの他にも男性用のトランクスもあるんですけれども、まずはおしゃれをするためには外に出てほしい。だけどやっぱり排尿の問題をまずクリアしないとおしゃれどころではないわけですね。いいですか、次で、人の体、人が着る洋服を作るときに、まずいろんなところを測るわけなんですけれども、慣れないパソコンなのでちょっとポイントが動いちゃいましたけど、いいですかすいません、出てないですね、次の写真が。この方、まずですね、お客様が見えると、46箇所測るためにシールを貼ってですね、ここからここまでっていうふうに前後左右、前の右左と後ろの右左を46箇所測ります。でその前にiPhone でこのモジュールのあるものでまず撮ってですね、その方がどういうふうに歪んでるかっていうのをまずご自分で認識していただくということをしています。でこの方はポリオの方なんですね。でこの方は、脳性麻痺の方です。これどちらも皆さんまっすぐ立っていただいているんですけれども、
でそれからこの方は側弯症です。この方は10代に発症して急に背骨が曲がってきたんですね。そして先ほどの方ですけれども、実は彼女が右腕に三角筋のようなものがあって抱えているのは実は浮腫です。でこの方は実はその、まあ、大きながんができて、そこを切った後にですね、浮腫ができたんですね。リンパ浮腫なんですけれども、それが3キロぐらいになってました。でうちに見えた時にはガーゼで三角筋で覆っていたんですけれども、覆っている左の方の肩にですね、ガーゼが食い込んでました。で翌月に妹さんの結婚式があるんだけれども、着ていくものがないということで県外から見えたんですけれども、もうとにかく私はお客様の服を作る時に、出会ったらその方がその洋服を着ている映像が先に浮かぶので、すぐデザイン画を描いてこういうふうにしませんかと。で三角筋は必須なので、三角筋とドレスが一体になったものを作ったんですね。そしたらその後ですね、彼女からメールが来て、私は鶴丸さんの店に行った日から変わったんですと。でそれから私は映画に行くようにもなって、妹さんの結婚式にも出れるようになったと。よくで大変喜ばれてですね、だけどちょっと入院中にですね、物を詰まらせてしまって、まあ、亡くなられたんですね。とても残念でした。でこの方はダウン症の方です。ダウン症の方っていうのは、まあ、その首が とても太くて短くて、ちょっとこういうふうな屈伸体になるんですね。そうするとお洋服が合うものがもう全くないんです。で首のところに蝶ネクタイをしてますけれども、取り外しが簡単でゴムになっているので、とっても着やすいという服に、まず洋服というのは着やすくなければいけないということと、体に合わなければいけないということですね。でこの方がポリオの方なんですけれども、寝てる時以外は先ほどのようなコルセットされています。でこのコルセットしてなければ、もうぐにゃぐにゃなんですよ。そして寝るときにはクッションにこううつ伏せになって寝るというような感じで、私と同い年なんですけれども、これ仮縫い風景です。で後ろにヘルパーさんがいて背中を支えてくれてます。そうしないと彼は座ることができませんし、足がですね、実は逆を向いてるんですね。一度歩けるように手術を小学校の時にしてもらったそうなんですけれども、施設でなかなかリハビリがうまくいかなかったということで、とうとう歩けなくなって今は電動車椅子です。でこの方はですね、背中が曲がった高齢者です。で背中が曲がっているので何にも合わないんですね。既製服を着ると後ろが上がってしまうし、突っ張るということで、この方のお洋服作った時の仮縫いがこれなんですけれども、背中が全く曲がっているように見えない。なぜかっていうと、一番出ているところで切り替えて、それから洋服を布を下に落ちるようにしてるんですね。で洋服っていうのは布地には3種類ありまして、皆さんが着ている背広のような服は縦糸と横糸が織られているものです。で T シャツですとかニットセーターなどは1本の糸が編まれた状態、それともう一つはフエルトのような不織布と言われているものなんですけれども、糸というのは必ず床に垂直に降りようとするんですね。洋服は全てそうなんです。なのでどんなに歪んでいる方でも、洋服っていうのは裾は絶対に床に平行でないといけません。だから洋服っていうのは下から製図していかなくちゃいけないんですよ。だからヒップから裾までは必ず長方形です。これ縦糸と横糸がきっちり長方形なんですね。それからヒップからウエスト、ウエストから上の方にどんどん歪んでいってるので、床に平行に作って立ち上げていくとですね、必ずその人の体にきちっと合っていくわけです。それから今日15分で全部喋れるかどうかわからないですけど、まだ3分ですか。あ、いいですね。今日はちょっと15分という短い時間でちょっと思いを伝えられるかどうかわからないんですけど、この方は実はちょっともう、この世にはいらっしゃらない方なんですけれども、私全然存じ上げない方で、この方のお知り合いの方が私に電話をかけてきまして、お洋服作ってくださいと。でちょっと不思議な方でですね、皇室の方とかはこうなんていうんですかね、なんかいろんなことをこうなんていうんですかね、こう見てあげる方らしいんですけれども、なぜか私お電話いただきまして、東京の方ですね、会いに行きました。そうするとですね、息子さんの結婚式に出たいんだけれども、実はまあ、私はもう長くないですと。でそれでですね、糖尿と、まあ、がん
を患ってらして、実はですね、あの足の付け根からもう切断しておられました。でこのお洋服は、あのこのドレスはですね、お母様がお召しになられてたものをいただいたそうなんですけれども、他界されたお母様が毎日毎日夢を見せて、このその和ダンスを開けて見せるそうなんですね。でこれで何かを作りなさいと言ってるって言って、で私が呼ばれまして、でその着物をあの、まあ、ドレスにリメイクさせていただきました。であの手元にあるのは、まあ、バッグもお揃いでお作りしたんですけれども、実はですね、あの車椅子っていうのはあの隙間がないんですね。隙間があると体が歪んでしまいますし、先ほどあの申し上げたその脊損の方ですね、脊髄損傷とか頸髄損傷の方たちは胸から下の方が麻痺しているので、まあ、どういう状態にあるか分かんないわけですよ。まあ、極端に言うと何か刺さったり切れたりしてもこう分かんないんですね、痛みがないので。でそれと同時にその歪んでいくわけですね、体をこう固定させようとかいうことがまあできないので、彼女はここからないので体が右に歪んでしまうんです。それであの実は写真にないんですけれども、ここにあの猫の形をしたしっかりしたクッションを置いて、で隙間をなくして右の方に傾かないようにしました。でところがそのご自分があのご病気で切断したことをあの家族以外に言ってないので、結婚式場で驚かないように足を作ってくれと言われまして、実は服だけではなくて、まあ実は足も作ったわけです。でこれどうしたかっていうと、もう本当単純でビーズクッションの中身をまあストッキングに詰めただけなんですけど、このためにですね、ガードルにつけるストッキングですね、普通のストッキングじゃなくって、右左この足の付け根まであって、ガーターベルトでこうつけるちょっと高級なあのストッキングを買ってきまして、片方はまあボツになったんですけど、そしてビーズクッションを作り、もう本当にこれって長くもできるし短くも太くも細くもできるんですね。でそしてあのちょうど あそこのところを15分ですか、もしかして、あもう15分になりました、ごめんなさいえもう終わりですか、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、タイマーが壊れちゃってた、ごめんなさい、全部あのお見せしたかったんですけど、実はちょっといいですか、あごめんなさい、あのすいません、いろいろお見せしたかったんですけど、あの実は今日ここにあの私がお話しさせていただけることになったのはですね、あのちょっと調子が悪いですね、エンジン01 あのファッションショーの模様をちょっとお見せしたいんですけど、ちょっといいですか、ごめんなさい、これだけはちょっとお見せしたくって、最後にしましょうか、いいですか、最後の方なんですけど、映ってますかね、はい、実はですね、今日こちらにいらっしゃる、柳井さんという、方に私奥様に声かけられて、まあ、東京でですねお洋服を作ることをちょっとまあレクチャーしてた時にですね、ご主人の柳井博さんが、私がやろうとしているこの保険適用に向けて一生懸命やってることをすごくこう理解してくださり、1月に大分でエンジン01というファッションショーをさせていただく運びになったんです。でそれでその時にその森ビルの館長の南條さんが見てらしたそうで、とても感銘を受けたっていうことで、まあ、今日はぜひですねこの写真を見せていただき、彼女肩麻痺ですけど浅輪さんと卓球するためにですねリハビリになったんですよ。手が動かないのに卓球のラケット触れるようになってすごいリハビリになりました。でそれからどんどん言ってください。それから盲目 のプレイヤーです。彼が歌ってくれました。それから彼女が先ほどの側腕症の彼女です。彼女側腕症がどんどん治ってきたんですよ。どんどん言ってください、すいません。で安住さんに写真撮ってもらったり、伊沢さんとですね、あとは彼女はローの方です。喋れない聞こえないんですけども、見事なサイレンス の劇をしてくださいまして、本当に素晴らしいファッションショーをさせていただきました。それで来月私にとっては25回目のファッションショーですけど、大分の国民文化祭でファッションショーをさせていただくことになりました。まあとでちょっとまたお話もっとしつこく言いたいんですけど、保険適用に向けてぜひこのチャンスがですね生かされていくんじゃないかと思います。ごめんなさい、ちょっとタイムオーバーしてしまいました。ありがとうございました。では為末さん、ですか、ね、よろしくお願いします。はじめまして、もともとは、
陸上競技をやっていましてハードルっての飛んでたんですけど、タムセイと申します。さっきクリスさんが最後のスライドで例えば車の進化って人の進化なのかって話ありましたけど、ケニアのですね金メダリストのご子息にメダリストがほとんど出ないっていうデータがありまして、これ不思議に思って調べたらですね金メダル取られるんでお金持ちになられてですね、でその後にお子さんを車で学校まで送り迎えするんですね。で金メダリストの方は子供の頃は十数キロ歩いて行ってたんですけど、それを車で送り迎えするようになるとあんまり長距離が速くなるっていうデータがありまして、まあ、まさにそうですね、さんがおっしゃったようなことなんですけど、ちょっと私の方で皆さんスライドで出されたんでちょっとだけ映像一つ見せたいと思うんですけど、はい、その映像で書いてもいいですか。これでいきますか。あ、いけますか。はい、じゃあ最初だけ冒頭なんですけど、私は今は いくつかのスポーツのプロジェクトやってるんですが、一番今日のテーマに合うのは義足を作っています。パラリンピック選手の義足なんですが、ちょっとその今どういう状況になってるかっていうのを皆さんにお見せしたいなと思います。映るかな。映ってます。映んないかな。あ、来た来た来ました。映ってます、はい、メールが、メールも来てるけど、あ、メールまだ来ちゃってる。あ、恥ずかしい。ありますで、これが今先ほどおっしゃってたような、幅跳びのパラリンピックの世界記録ですが、ちょっと映像が出ますかね。はい、これがもうすぐ おそらくまだなんですけど、もうすぐ健常者のオリンピアンより遠くに飛ぶようになります。リオの優勝記録よりは彼の方が遠くに飛んでいて、ドイツのマーカス・レームという選手になります。で、義足を私たち今サイボーグという会社で作っているんですけど、このようなパラリンピックの選手が履く義足を作っています。カーボンでできていて、まあ、選手たちにこれでサポートをしたいと思っているんですけど、よくご質問であるんですけど、じゃあ義足がどんどん進化していってるんですかっていう質問があるんですけど、実は私が現役選手の頃にですね、セルゲイ・ブブカという棒高跳びの選手がいまして、当時私の友人が棒高跳びやってたので、まあ来日して試合に出ている時にウォームアップエリアで一緒だったんですね。でこっそり私たち高校生だったんで、ブブカの棒をですね一本盗んできてですね、で練習をしたってことがあったんですが、当時彼日本一だったんですけど、全く棒が曲がらなかったっていう、走ってきて突っ込んだんですけど、まあ、そのぐらい硬くて、非常に強い棒を使ってたんですが、おそらく将来、こういう義足っていうのはほとんどの選手は使いこなせないけど、ある一流の選手だけが使えるようなものになっていくんじゃないかと思っています。まあ、そういう意味で、義足の効果も多少あるんですが、やっぱり、そのパラリンピックの選手たちの進化っていうのが今著しく進んでいるということになります。もう一つだけお見せしたいんですが、これは義足は高いんですね。1本で30万円から50万円します。で、それらその程度の金額なので、子どもたちがなかなか始めることができないので、まあ、このような、走りたいと思った時にはすぐ始められる、義足を借りられる施設っていうのを新豊洲というところで運営をしています。で、まあ、こういうので子どもの時から800円ぐらいで借りれて走れるんですが、履いて練習をして、もし興味を持っていけば、まあ、義足を買って、スポーツを始めるというようなことを今お手伝いをしております。はい、まあ、ということを、もともと私オリンピックを目指してやってた選手だったんですが、今は、まあ、このような形で、選手のサポートをしています。で、今日お話を伺ってですね、非常にお二人とも何て言うんでしょう、未来に向けて明るいテーマをいただいたので、私はどちらかというと、じゃあ、未来はどんなことにスポーツ界はなって、それに対して私たちどういうふうに考えればいいんだろうかっていうテーマをお話したいと思うんですが、まず一つですね、この義足のような世界と別に私たちの世界にドーピングというものがあります。でこれは世の中で思われている、のってドーピングってなんとなく悪いというイメージがあると思うんですが、まあ、
悪いんですけども、とにかくいろんな手法があるわけですね。で例えばですね、まあ、テストステロンというのは一番分かりやすくて、これは筋肉を増強させるものなんですが、他には血液ドーピングといって、自分の血を一旦抜いておいて本番に入れるとですね、赤血球が増えて、有酸素能力が高くなって長距離が速くなるというものもあります。でこの辺まではまだ、多少検知の仕様があるんですが、今、このドーピングの世界で、非常に、難しいだろうと言われているものは、ヘッドギアをつけまして、まあ、運動の学習っていうのは小脳のあたりが覚えるんですけども、そこに微弱の電流を流しながら運動すると運動学習の効率が良くなるっていうものがあります。でこれはもともとは、障害を持たれている方のためのトレーニングなんですが、これがトップアスリートの応用にも今始まりそうになっていて、これはドーピングとみなすのかどうなのかっていう議論が起きています。でもう少し難しいテーマでいきますと、例えばですね、まあ、将来的に何らかの筋肉に、の障害を抱える可能性がある、疾患を抱える可能性があることが子どもの時に分かる、もしくは生まれる前の段階で分かる、方がいて、そうすると、まあ、筋肉の発達をこう制御する成分というのを私たちは普段持ち合わせているんですね。でこの成分自体を外してしまうっていう手法があります。まだ確立されてないんですけど、できるようになるというふうに言われています。まあ、簡単に言うと、人間の筋肉ある程度までいったらここでストップですよというふうに制御する、成分なんですけど、このこと自体を外すとですね、例えばパーキンソン病とか、そういった病気に効果があるんじゃないかというふうに言われてるんですが、例えば子どもの時にこのような病気に将来かかると分かってかかる確率があると分かったお子さんが、こういうことに対しての、まあ、遺伝子ある意味操作を受けて、そうするとその選手は生涯にわたってドーピングをしたとみなされるわけですね。筋発達の制限がなくなるの でこういう選手が、試合に出れなくするっていうことはいかがなものかという議論があります。現状ではおそらく出れなくなると思うんですが、それって全ての人がスポーツをする権利を奪ってないかという議論があります。また男性と女性というきれいなカテゴリーに分かれているという前提でこれまでスポーツ界は成り立ってきたんですが、セメンヤ選手という女子の 800m の選手が、まあ、染色体異常で女性なんですけど男性ホルモンがの比率が高いという選手が出ています。でこれは、まず女性なのか男性なのかって議論で、試合に出れるかどうかっていうのは決定したんですが、今のところホルモン値を男性ホルモン値を下げるホルモンを、打つことで、試合に出れることが、決定しまして、実際にそのホルモンを打つとやっぱり、パフォーマンスが落ちまして、彼女は2番になってしまったんですが、とりあえずそれで出れるようになったということがあります。でまあ、私が冒頭で何をこうテーマとして申し上げたいかというとですね、これまでスポーツ界っていうのはどうすれば人間の可能性は開かれるのか、どのようなトレーニングをすればパフォーマンスは上がるのかっていう、まあ、基本はこうエンハンスメントするような世界を語ってきたんですが、今起きている出来事はどうも私たちは際限なく人間の体を強化できるようになってしまったんだけれども、果たして人為的にどこまでやっていいのかということが問われてきています。でドーピングっていうのはまだ制約の段階で止まってるんですが、これから先、本当に覚醒する効果が高いようなスマートドラッグを飲み、でかつ小脳を刺激するようなものを与えながら、トレーニングを行うスーパーアスリートが出てくる可能性があって、でどん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 記録が伸びていくんだけど、それってどういうふうに制限をかけた方がいいんだろうかということが出てくると思います。で暗いトピックでだけではなくて、ただ今後スポーツの世界で将来的に明るいだろうなと思う、トピックは先ほどのドーピングの例でお話しますと、実はドーピングを1回して10秒0の選手が9秒8までいって、でドーピングをこう除いて、でその後に一切ドーピングの効果がなくなった後にまたトレーニングを行うと9秒8まで来るというのがラットの実験では一応実証されています。それはつまり、一度でも限界を超えてその時の動きや感覚を体験すると再現できるという
ことになります。これドーピングでやってはまずいんですが、でも同じようなことが実はスポーツ界では常々起きてまして、つまり、ほんの数十年前に世界記録っていうのは10秒切れなかったんですけども、まあ、誰かが10�秒切った途端に10秒は人間は切れるんだというふうに全員に認識が広がると、まあ、本当に10秒切る選手が出てくるというふうに限界が突破されていきまして、ですので先ほどのこう人為的にどうすればいいかっていう世界とは別に、やっぱり人間っていうのは誰かが限界を破ったものを見たときに、まあ、自分自身も限界を破れるんだっていうふうに心理、まあ、なので、まあ、ある意味限界がないということは言えると思うんですが、スポーツっていうのはおそらくこのような人間のナチュラルな人間の限界は何かっていうのを見せるいいポジションになると同時に、でも実社会の方はおそらくドーピング的なスマートドラッグを飲んで試験を受けたり、そういうことが出ていく中で社会全体としてはどこまで人為的に私たちやっていいんだろうかっていう問いが出てくるんじゃないかと思っています。まあはい、そんな感じで、まあ、とにかくスポーツの未来っていうのは一体技術的にはどうなるかっていうのをちょっとお話して、あとはディスカッションしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お二人からとても面白い視点のお話を伺うことができました。ありがとうございます。今の為末さんのお話、結構ネガティブな、はい、スポーツの未来って、未来っていう単語すごい明るい感じがするけど、でも実際の話は結構真剣に考えていかなきゃいけないような話だったと思うんですけど、まあ、人為的にどこまでやっていいのかっていうことだと思うんですけれども、鶴丸さん、今の為末さんの話を伺って何 か感じられたこととか。そうですね、やっぱスポーツに限らないと思うんですけど、やはりこれだけ IT がこう、なんていうんですか、活発に成長しすぎていて、倫理的にやっぱり人間って今までありえなかったことができるようになったんですが、そのできることと しちゃいけないここまではっていう、そこがなんていうの、折り合いっていうのがいろんな分野において、まあ、いろいろ物議を呼んでいるとは思うんですね。ですがさっきおっしゃったように、まあ、平たく言えば障害者になりたい、その切手でも早く走るためにっていう、だからさっき朝からちょっとこう幸せについて、幸福感について話があるんですけど、はい、そのまさに個人個人が求めている幸福感っていうのが違ってくるのかなと思ってます。ありがとうございます。なんか本当なんですかね、人間ができること、うん、やっていいこと、うん、それってなんかこうそのボーダーラインをどこまでにしたらいいんだろうみたいな話をさっきちょっとこのディスカッションに入る前に少しさせていただいたんですけど、なんかこうどこで誰がどうやって決めたらいいんだろうっていうふうに思ってしまうんですけど、為末さん、なんかそのあたりってこういった議論ってこうなんだろう、こうどこで誰がどうやって決めていくのがこうみんなにとってのこう幸せにつながるのかなって。はい、難しいですよね。なんか正解があるようなないようなだと思うんですけど。そうですよね。なんか人工知能に決めてもらいたいって気になっちゃいますけど、でもやっぱり大事な点はさまざまなスポーツ界の人がスポーツのことを決めるだけではいけないなっていうのをすごく思っています。なので本当に各界の人がどういうふうにしたらいいんだろうってことを考えるべきだなっていうのは思っています。例えばドーピングって皆さんなんで禁止かご存知ですか？なんで禁止されてるかっていうの、なんかなんとなく禁止なんだけど禁止だろうって思われると思うんですけど、もともとはこれは戦争のために生まれてきた側面があるので、まあ、健康に良くなかったんですね。ある一種のパフォーマンスを上げてその後、破綻すると。ところが今はアンチエイジングから来てまして、実はドーピングをして健康になるものもあります。なので健康のためにドーピングしちゃいけないっていうロジックは昨今破綻しつつあるんですね。でそうするとフェアネスの概念に入るんですけども、そうすると、まあ、いくつかの禁止薬物っていうのは実はほとんど効かないんだけどドーピング禁止薬物に入っていて、これよりはよっぽどコーチトレーニングの方が効くって言われてます。でコーチトレーニングが合法です。だけどお金がある先進国にしかできません。なるほど。で例えばこのことはこのフェアネスで言うとすでにアンフェアじゃないですかとか、実は本当はスポーツ界がなんとなく蓋をしているんだけど考えてみると難しい問題があって、これはスポーツ界とその他の方々と話していくべきだろうというふうに
思ってます。はい、そうですよね。なんかパラリンピックとかでもやっぱり義足とかチェアとか必ず何かこう道具を使ったりするじゃないですか。はい、なんかこう途上国とか今もこう出張で行ったりするとみんなこう車普通の車椅子をすら手に入れることが難しいみたいな国がたくさんあって、はい、ね、何がフェアなんだろうっていうか。そうですね、それはなんかあるすごくあるなって思うので、まあその辺のことはまあ議論するべきだろうなっていうのが一点と、まあ、もう一つは将来的なんて言うんでしょうね、自分の動き方みたいなものに対して、どうやってその改善していけばいいのかっていうことが、まあ、ある程度こうなんて言うんでしょう、画像を撮って人工知能がまあ、いっぱい撮れば大体パターン認識できるんでそれで指導するってことはできるんですけど、なんか実際にそういうことを始めたりしているところもあるんですけど全然それがうまくいかないんですね。でそれなんでうまくいかないかっていうと昔私がまあ、なんでかっていうとフィードバックは大体言葉になるんです。選手に対してこうやった方がいいよとか。でその昔私は海外の選手に初めて指導した時にハードルを越える時に大体ドアを開くようにハードルの上をこう飛びなさいっていうこういう動きを皆さん見たことあると思うんですけど、でその子にそうやって言ったらその子はこうやってハードルを飛んだっていうことがあってつまりコーチングってのはいつもその人が人生でどんな経験をしてきたかをこう想像しながら響く言葉を探して指導していくんですね。だから一律みんなに聞く言葉っていうのはないんですね。だからそういうことまでできるようになるんだろうかっていうのはコーチングの部分で私はかなりやっぱりまだなんか人間がやらなきゃいけないし、まあ、やるべきじゃないかっていうふうに思ってます。ちょっと話はあれですけど。なるほど。なんか、はい、でもなんかすごいつながる、なんか先ほどの一番最初の伊藤さんとか南條さんのディスカッションでもあったけど、結局なんかやっぱりこう個人のところに返ってくる話というか、全員とっての全員同じはないんだなみたいな風に感じたので、うん、なんかそういうなんかコーチングの言葉もその人によってその人が分かる言葉でこう伝えていかなきゃいけなかったり、やっぱりそのね幸せの価値観も自分がやっぱりこうね気づいていかなきゃいけないみたいな、結局なんかみんなのことだけど自分のことみたいなところですごいつながるのかなっていうふうにはなんか感じました。うん、いいですか、一つ僕質問したいです。昔僕すごい便利だなと思って一生懸命Google グラスっていうのがあって買おうと思ってたんですけど、まあ発売されなかったんですけど、あれ多分すごい便利だなと思って開発してたと思うんですけど、 Google グラスをかけてる自分を人から見られるのがすごい不快感だったんです。要はなんか見た目が変だったっていう。で結構こういうことって僕はすごい身体って忘れがちなとこあって、つまり どうやってるかってことと同時にどのように見られるかもかなり幸福感と影響してくる気がするんですけど、なんかその着るっていうこととその人のなんか内面が変化することって、それはものすごくたくさん経験してます。例えば脊椎カリエスの人で、まあ、骨盤がないんですね。で60数年間ズボン履いたことないんです。でショーツとかズボン履くとウエストがここに来るんです。でその方いつもタイトスカートを履いて自転車乗ってたんですけど、もうアトリエに入ってくるなりもう作らせてと言ってズボンを作らせてもらったんですね。そうすると60数年目で生まれて初めてズボンを履いた。しかも足の長さも違うしきちっと履けるわけです。でその方は身長が100センチぐらいなんですけど、今まではジロジロ見られていて嫌だったと。でそれでその上着を作ったんですね。さっき写真があったんですけど、武者のぼり の武者絵のついたジャケットを作って、でこう広げるとバタフライのようになるんでバタフライジャケット、そうするとですね表に出ていって私飛びそうっつってポージングして、それでまあ私が連載記事に書いたんですけど、ジロジロ見られることが嫌だったけれどもそれは自分の特権だと。で今度は見られることがすごく快感になってきて、2作目を作るときに私が記事を見せしたらそれ地味じゃないっていうことを言い出したということもあります。だからその障害を受容するという言葉があるんですけれども、生まれつきの方とか中途障害の方もいらっしゃいますけれども、それがまあ今ギフティッドとかね、神様からのプレゼントなんていう言葉もありますけれども、それを自分がどうやって逆手にとって楽しむかとか、それからさらに今までできてた
ことができなくなって、どんだけできるようになるかをまた今度洋服でもって、要するにメディカルの医療をアパレルの医療が補完する時代にも私は来ていると、あの自分で経験しているので、あの着ることってすごく、まあ被服心理学という学問もあるんですけれども、すごく重要で、薬とかカンフル剤の役割を果たすことっていうのはものすごくたくさんあります。なんかあの先ほどあのこのディスカッションに入る前にいろいろとお話を伺う中で、なんかその触覚、要はあの鶴丸さんのお洋服を着ると体が変わっていくっていうことが、そのどっから来るんだろうみたいな、どうやって測ればいいんだろうみたいな話があったんですけど、 ありがとうございます。私も時間の感覚分かんなくて今日全部話しきれると思ったんですけど、実はあの鶴丸メソッドっていうのは、その前後左右こう本当にこう歪んでる方のどんな体型の方 の、 あのプロトタイプも一発で確実にできるんですけれども、実は私は小学校12歳の時に身長が 151.5cm だったんです。それからずっと1ミリも伸びなかったのに、今年1センチ伸びたんですよ。50年で1センチ伸びたんじゃないんです。この7、8年です。あの自分の服を、必ず自分が作った服を毎日着るようにしたんです。そうすると私レントゲンで撮ると側腕があるんですね、 S 字に。おそらくそれがまっすぐになったと思うんです。でお客様も体に沿ったように作っているので、ボディにかけると歪むんです。その写真がさっきあったんですけれども、その方が着るときちっとなった。そうするとですね、例えば脳性麻痺の人なんかでも着てないみたいだって言うんですね。やっぱり突っ張りもなければ、それとその要するに本当に着てないようにこう体に沿う。で多分ですね、その今あのくしくもおっしゃってください、今日私はパートナーを探しに来たんですけれども、これを一緒にエビデンスをやってくださる方がもしいらっしゃれば、あの世界の誰もやってない研究なんです。これはあの皮膚とですね、洋服の内側のこのゆとり、この皮膚が感じるテンションが脳と骨格にどういう影響を与えるかということなんです。人間は受精して細胞分裂が始まると、外胚葉、中胚葉、内胚葉というふうに さまざまな臓器とか、あの作るものに分かれていってこう 分裂していくんですけれども、この外胚葉というものが皮膚とそれから脳を作っているということが分かったんです。ですからどこか皮膚に何かリセットされる何かが隠されているじゃないかと、それを計測する機会もないので、どうやってそれをあのエビデンス取ったらいいかっていうのをずっと模索しています。なるほど。じゃあどっかにこんなのから今日いらっしゃいませんか。それがあの客観的に証明されれば本当に保険適用っていうことに一気につながるんですけれども、この世界のどこもまだ洋服に保険が効いてる国はなくって、でそれを作る技術っていうのは日本にあるんですね。で先ほどちょっとお話ししそびれたんですけれども、あの全国に OT と PT って言いますよね、フィジカルセラピストとオペレーショナルセラピスト、この作業療法士 OT の方にですね、資格を取るときに鶴丸メソッドの採寸表っていうのをあの、まあ、勉強してもらって、それでライセンス取っていただいたら全国の OT の方が採寸ができるんです。であのポイントずつに測ってましたけれども、シールを貼るとこ全部筋肉と骨の名称に置き換われるんですね。一番難しいのはこのサイドネックポイントというところにシールを貼るんですけど、これはですね OT に言うと胸鎖乳突筋と僧帽筋のクロスしたところっていうと、すぐそこにシール貼ってくれます。でショルダーポイントにシール貼ってくださいって言っても分かんないので、肩峰に貼ってくださいって言うとすぐ貼ってくれます。それとポイントとポイントの間をずっと測っていったデータをくだされば私たちが作れる。でそれに国が、障害者衣服製造技能士という資格を与えてくだされば、一気に保険適用というのが回っていくんですね。あのお話伺ってて、あの障害のある人だけではなくて、もうそのせなんか測り方とか製図法をスタンダードにして全員適用してしまえばいいんじゃないかぐらいに思ってしまったんですけど、まさに世界標準にしようと思ってます。なんか本当にあの、ね、あの体ってやっぱり障害とか健常とか関係なく全員一人一人違うし、必ずどこかしらの歪みがあったり、すごくなんかその気持ちと体がこう関係してくることもあると思うので、なんかそんな、はい、そんな未来が来たらいいなと、うん、きっと来ると思います。思いました。はい、あのなんかこの触覚っていうところとか、あのスポーツの視点からどうですか、なんか皮膚とか触覚って。触覚ですね、あのえっ、ー、と選手 のライバルがいて、その選手をなんとか蹴落としたいっていう時にですね、その人の心拍数に若干早めてフィードバックをかけて音で戻すとですね、実際に緊張が高まってコントロールできなくなるっていうのが
あるんですね。あとは自分が喋っていることに若干こう音に高音にするとですね、不安に聞こえるんですね。そうすると本当に不安になって心拍数が上がったりするんですけど、まあ、要は私たちが思っているほど私たちはなんかこっちから自分から発信してるだけじゃなくて、自分が発信していることからフィードバックをして自分がどんな気分かを察してるんですね。そういう意味でいくと、なんて言うんでしょう、その返ってくるフィードバック側の方に多少変化を加えることで、その本人をある方向に勘違いをさせることもできて、もちろんそれがなんか幸福、勘違いではいけないんですけど、幸福の方に触れるようなフィードバックの書き方っていうのもあって、多分同じ発想で自分の声に対して重たくすれば落ち着いて人前で喋れるような、だからここでも喋りながら低い自分の声をこっち側に戻すとだんだん気分が落ち着いてきて話せるようになるとか、そういうのはちょっと触覚とは違うかもしれないですけど、なのでこうテクノロジーで人間が進化するって側面もあるんですけど、サイエンスでどうも人間が思っているほど、環境と切り離されていないとか、人間は思っているほどこう個人っていうのは思っているほどしっかりしてなくて、その状況に応じて変わるとかっていうことが分かってきてるっていう意味でも、まあ、未来のだから自分像っていうのもサイエンスがもうちょっと紐解いていくのはありえるんじゃないかっていう思います。なるほど、はい、うん、ありがとうございます。なんか結構ここまで楽しくわーっと話してきてしまったんですけど、残り15分なのでこのあたりで一回ちょっと客席になんかきっと聞きたいこといっぱいあるんじゃないかなと思うので、客席にこの私がずっと聞き続けている質問権を客席に投げたいと思うんですけど、いいですか？はい、はい、もちろん。何か客席の方で今いろんなトピック出ましたけれども、質問してみたい方とかいらっしゃいませんか？ If you have any question? はい、その2つあるんですけど、1つはそのスポーツの観点で、e スポーツがオリンピックに取り入れられるようになるっていう話があるんですけれども、いい考えだなと思っていて、その e スポーツってその女性とかの性差であったり、その障害であったりっていうのを取り外してフェアな状態でそのいろんな人と競技を楽しめるじゃないですか。でもそのスポーツってそのナチュラルな人間の限界はどこかっておっしゃられてたと思うので、その e スポーツが本当にスポーツであるかどうか、身体の拡張になり得るかどうかっていうのがちょっと一つお聞きしたいなと思っているところです。はい、お願いします。はい、e スポーツは確かにおっしゃるように性差がすごく出にくいものだと思うんですね。なので、そっくりそのままゲームっていうよりも、私はちょっと身体をこう使うものになるんじゃないかと思ってます。で、人によって定義は違うんですけど、スポーツの定義は時間と空間に制限があり、ルールがあり、勝ち負けがあるというふうに言ってる意見が比較的多いんですが、その定義でいくと確かに e スポーツや、チェスとか囲碁が入ってきます。で、一方でe スポーツの世界が例えばですね、先ほどのドーピングの議論また戻っちゃうんですが、インプットが検査しにくいんですね。要は何を体に入れたかが分からないんで、ドーピング検査ってめちゃくちゃ大変なんです。私が現役の時には365日必ず1日1時間自分がどこにいるかを申告しなきゃいけないって義務があって、で3回行った場所に僕がいなかったら、それペケとみなされて2年間の出場停止なんですね。例えば今ここの時間に設定したらいきなりここに検査官が来て、私はトイレに連れてかれて尿を出さなきゃいけないっていう、そういうルールだったんです。で、じゃあインプット良くないねと、アウトプットで測ろうって実は議論もありまして、それは赤血球の数がある一定以上いったら試合に出れませんっていうふうにアウトプット側で制限かけるっていう。でもこうなると努力でそこに至ったのかどうか分かりにくくなるところがあるんですね。で、私は e スポーツが多分超えなきゃいけない一番の問題は、差がなくなるっていうことは、つまり、純粋に努力の差だけ出ればいいんですけども、本当にその差が小さくなってしまうと、詰まるところサイコロを振って誰が勝つかっていうゲームに近くなってくるんですね。で、そうするとスポーツからかなり遠のいてしまって、スポーツの面白さはおそらく
運の作用がゼロになってしまっても、そうすると身長を測る競技なんですね。これ運がゼロです。で一方で、ルーレットっていうとかサイコロになると、これ運が 100% なんですね。これも努力の範囲がなくなる。でこの努力でコントロールできる範囲がちょうどいいときに私たちはスポーツに影響するんですが、 e スポーツはこの努力と運の世界のバランスが若干私は運が強いんじゃないかって思っていて、でこのそうですね、だからこのバランスみたいなものが、いやまあでも大丈夫なのかなちょっとすみません話では思ったんですけど、うん、でもその辺のバランスがスポーツの面白さだってよくですので、このバランスっていうものが結構重要かなと思います。でも考えてみても e スポーツ確かに入っていいかなって気になってきました今聞いたら。はい、e スポーツが何なのかを少し教えていただきたいんですけど、 e スポーツはゲーム、いわゆるゲームとかいろんな捉え方がありまして、まあ、一番ゲームに近いのは本当のゲームを、スポーツの e スポーツという名前でやっているもので、あとは身体を若干動かすものを、スポーツ、その e スポーツに入れているのもあって、まだ定義が私も聞いた感じでいくと定義が揺らいでいる感じなんですけども、ともかくなんかデジタルの領域で、ゲームに近いものを絡んだ上でのスポーツですね。一番有名なのは日本で出てきたストリートファイターっていう格闘ゲームをやるっていうのは有名なんですけど、確かに観客もめちゃくちゃ燃えて、本人同士ももうほとんど、なんて言うんでしょうね、まあ完全にスポーツです見たところ、はい、ありがとうございました、はい、他に質問がなければ今もう一つ、あ、じゃあ一旦、はい、じゃあ お願いします。ちょっとすみません、ベラベラしゃべりすぎちゃった、端的な、ありがとうございました。私ZOZO という会社で今 ZOZO スーツの、開発とそれから海外展開を担当しておりまして、お二人の話大変興味深く、お三人の方大変興味深くお話を伺いました。で、鶴丸さんにご質問なんですけど、今こう、保険適用に向けていろいろなされている中、まあ、もしくはその多くの人にこう、最適なこうお洋服を、届けるにあって一番こう大きなこう課題というか、どの辺のあたりをお考えでしょうか。そうですね、この製図法を CAD を使おうかとかいろんな話がありました。ソフト化するとか、ただ原型っていうのは体に、まあ、等身大でなければいけないので、例えばその A4 のプリンターで出すことができてもそれを大きくしないといけないんですね。で相変わらず手作業でやってます。その代わり一切電卓は使いません。採寸したものをそのまま落とし込むだけです。で本当に正しい製図法っていうのは、例えば為末さんの体を46箇所私が測ったデータを100人の人に渡して、まあ、その製図ができる人で一斉に原型を作ってもらいます。為末さんの前後左右4枚でそれがこちらに回収してですね、トントントンとこう100枚をやった時に全部同じ形のものがなければダメなんです。これが本当に正確な原型なんです。で今はバストと背丈だけで、あとはすごい複雑な、0. 何万とかかけたりして、でその画一的な前後左右左右対称のものができて合わなかったら補正しましょうなんですね。なのでその製図法が誰がやっても同じものができるやり方を教えているんですけれども、それをアナログでやっぱり広めていかなくてはいけないわけです。そこが大きい問題なので、なので作業療法士という全国にいる作業療法士に測る場所を骨と筋肉の名称に置き換えると、もう一発で正しい製図採寸した資料をいただくことができるということですね。あとは技術的にはもう本当に要塞の経験なくても好きだったら誰でもできるようになります。よろしいですか、はい、他に質問が、じゃあもう一問あるという話だったのでどうぞ。すみません、2回目の質問になるんですけれども、今度は鶴丸さんの服の話について質問で、その失礼しました、体が歪んでいる方に対してきちんと適正な服を作れば体が補正されていくというような話をとても興味深いなと思っていて、でそれについてその触覚がと脳の関係を調べたいということだったんですけれども、そのスライドでその服を作る前に一回測ってもらってどれだけ体が歪んでいるかっていうようなスライドを見せていただいたんですが、
あの服を着た後の体の歪みについても知りたくて、そのもともと体が歪んでいる人がその普通の既製品の服を着るとその合わなくて体が逆に歪んじゃって、体が合う服を着ると体がきちんとまっすぐに なると思うんですね。そうすると着るだけでもう体がちゃんとまっすぐになっていて、そうすると筋の感覚であったりバランス感覚であったりっていうように、その服が体を変えて体が脳を変えていく可能性もあるんじゃないかなと思うんですけれども、それについてお聞かせ願えたら。いや、その通りなんです。その現象が今起きていて、それはなぜそうなるのかっていうのは、私の仮説は要するに10ヶ月お母さんのお腹の中に浮かんでいる、その時には皮膚には何のストレスもないはずなんですね。それで生まれてくる時に産道を、ほとんどの方が旋回しながら生まれてきて生まれ落ち、それでほぼ1年間寝たきりですね。そして立とうとするとあんな大きな頭蓋骨をたった2つの第一頸椎で支えて歩く、それから走って大人になって左右対称の既製服を着るとですね、歪んでいるところが嫌だ嫌だとストレスを感じてどんどん傾く、そしてこのジャケット着たらいつも肩が凝るとか、このシャツ着るの嫌だとかいうふうになると思うんですね。でその皮膚が影響しているのか何だかよくわからないんですけれども、実際に歪みがなくなっていく人、また脳性麻痺の人でですね、もうその私の先ほど今講談社エディトリアルから出ております鶴丸メソッドメディカルファッションという本にもちゃんとそれも翻訳して図解も載せていますけれども、脳性麻痺の男性が言ったのが、体に合わない服を着ていると障害は進むと言っているの。それはもうみんなうんうんって言ってます。なので体に合った服を着ることで、もう着てないみたい着てないみたい着てない着てないって言い出すんですね。でほとんどのお客様もまず着た時の第一声が首が楽だとか着やすいとか着てないみたい軽いっていう風な言葉になります。私自身も、すごい側腕本当に S 字に曲がってまして、それで多分この60過ぎて1センチ身長が伸びたんじゃないかと思うんですけれども、これをどうやって、例えば動作解析装置だとか重心動揺計とかデジタル撮影機とか何をもって証明できるかが全くわからないので、今日ここに来ればどなたかがこれこうやったらいいよって言ってくださる方がいらっしゃるんじゃないかと思って楽しみに参りました、はい、ありがとうございます。最後ラップアップで登壇するじゃないですか、その時もその質問をちょっと大勢のとこで投げかけようかな、はい、お願いいたします。もう残りあともう間もなく3分少々なので、そろそろ最後の質問になるかなと思うんですけれども、なんかこう人間にとっての幸福ってっていう質問で最後閉じようかなと思ったんですけど、なんか幸福って似たようでちょっと違う言葉で聞こうかなと思ったんですけど、あとなんか人間にとっての喜びって何だと思いますかっていう質問で最後お二人からちょっと一言がいただいて終わろうかなと思いました。為末さん。僕ですか、はい、身体の今日セッションなんですけど、身体的ではない喜びっていうのはあるんだろうかっていうのは、僕はスポーツから来た人間だと思うわけです。つまり先ほど言ったように自分がハッピーな気持ちかどうかも、吊り橋で皆さん出会うと声に落ちやすいっていうのはよくご存知だと思うんですけど、あれは心拍数が高いことはどういう意味なんだろうかって認識をし直すんですね。そうすると声に落ちたんだろうと認識して声に落ちるっていう話なんです。でつまり自分が幸せかどうかすら身体の反応を見て私たち決めているところがあってですね、さらに身体の反応は例えば皆さんこう出られて多分そろそろディナーのいい匂いがすると思うんですけど、お腹が空くと思うんです。それはお腹が空いていたのかお腹が空かされたのかっていうこともあると思う。つまり環境に誘発されて身体的な反応が出てよだれが出たりしてお腹が空いてるんだと認識するという意味において、喜びっていうものはなんか身体と環境とのなんかインタラクティブな中で出てくる反応をどう解釈するかじゃないかというふうに思っていて、まあ最後にわけわかんないことを言って終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。鶴丸さん、はい、私は今本当障害のある方の服専門に
専門家になってしまっていますけれども、私はそもそも世の中が求めていて喜ばれるものっていうのは絶対不滅だと思ってます。ずっと今もそれ続いていると思うんですね。でその写真集の中に一人あの弱視の女性がいるんですけれども、私が全部ヘアメイクしてます。そうすると私がメイクした顔を鏡で見てびっくりしたんですね。自分じゃないと。でそれで彼女が次に目覚めたものがブラインドメイクです。自分よりも見えない人にきれいにしてあげたいと。それからコスメの勉強したんですけど、実は今今年私のところに弟子入りして洋服作ってます。で自分より見えない人あるいは盲目の人も縫えるように教える人になりたいということで今一生懸命やってるんですけれども、あの午前中からずっと幸福論の話がありますが、私はそうやってその自分がされて嬉しかったことを人にもしてあげたいとか、その幸せの連鎖が広がることを喜びと思えることがやっぱり幸せだと思うので、自分だけの幸福感じゃなくて人が喜ぶことをすることが究極の喜びだと思ってます。ありがとうございます。なんかすごい素敵な言葉で最後なんか締まったような気がします。もう間もなくあと15秒であの時間が参りますので、あのこの辺りであの素敵な言葉で締めたいなと思います。本日は、この難しいあのテーマにお付き合いいただきましてありがとうございました。会場皆さんもありがとうございました。お二人に大きな拍手。